はい。皆さん、こんにちは。チューです。今日はですね、ビットコイン、そして仮想通貨のマーケット全体が大きく反発をしている日となりました。この一つのきっかけが何かあったとすれば、まあ、特にこれですね、というような、まあ、特定はですね、なかなかできないんですけれども、まあ、やっぱり一旦ですね、グレースケールの GBTC、GB ETF ですね、からの売りやすそういうところが、まあ、かなり、 え、収まってきましたよというようなニュースが、ま、一つ、まあ、きっかけというか、あの、センチメントをちょっとやらげる、もしくは、ま、トレーダーたちのですね、まあ、一つ、あの、ま、振動みたいなものをですね、やらげる、一つのようにはなったんじゃないかなと思ってます。で、え、そんな中でですね、今、オプションのマーケット、期間投資家が、引き続きこのマーケットでまだダウンサイドを見ているのかとか、アップサイドを見始めているのか、こういったところをちょっと皆さんとも見たいですし、また今、オーダー状況がですね、かなり、ぐわーってビットコインが上がってきたことによって、 え、変わってきているので、まあこういったところについては皆さんにちょっと触れていきたいかなと思っています。まああとはですね、新たに売り圧になるんじゃないかっていうふうに言われているようなイベントがまた一つ新たに出てきたので、こちらにも触れていきたいのと、まああとはですね、ここ最近非常にまた注目を集めております、 えー、アバランチがですね、まあ、新しくアップデートする。で、どんなことがアップデートされるのか。まあ、そういったところもすごく重要なポイントになるんじゃないかなと思いますし、結構アバランチのですね、トークン持っているよという方もいらっしゃると思うので、えー、ぜひですね、こちらまで見ていただけると嬉しいです。はい。ということで、ここからですね、皆さんと一緒に注目のデータや記事ですね、見ていきたいと思うんですが、まずはこちらから見ていきましょう。えー、まずはですね、こちらビットコインの今のオーダーの状況なんですけれども、えー、ビットコインはですね、まあ、昨日おととい解説しました通り、 えー、ビットコインの4万ドルから上にはですね、ずっとストップロス。まあ、つまり、えー、上にビットコインが上がっていけば上がっていくほど買うっていうオーダーがですね、たくさん置かれていて、まあ、それが4万2000ドル近辺までありますね、っていう話してたと思うんですが、もうほんと見事にそのあたりまでブワーって上がっていって、今まさにここで、えー、止まっているような状況になっています。で、ここからはですね、4万2000ドルから上は、まあ、オーダーが何もないので、えー、まあ、それをですね、まあ、あの、突き抜けていくような動きっていうのは今、 え、ちょっと出ていないんですけれども、まあ、とはいえですね、今やっぱり、え、まあ、上値の方を追っていくっていう一つの展開にはなっているので、まあ、アップサイド引き続き見ていきたいなというのがマーケットの今思っていることだと思うんですが、まあ、やっぱりですね、4月までは、まあ、正直あまり、 アップサイドを狙えるような材料はないというところもあるので、まあ、ここから先っていうのはですね、あまりちょっと期待して、マーケットロングのポジションをですね、まあ、持つ、まあ、短期で言えばですけれども、ロングを持つっていうのは、まあ、ちょっとどうなのかなというふうには個人的には思っています。まあ、ただし逆に言うとですね、 あの、ここから積極的に売りたいっていう人については、まあ短期税が多いと思うので、まあ何かしらの理由でポンと上に跳ねれば、またそれで、どん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 ですね、曲、まあ、がっていくような展開っていうのもあり得るんじゃないかなと思うので、まあ僕はここからはですね、参加をしようとは、あの全然思ってないんですけれども、短期税の方々に関しては、ここからもう一段、ちょっと期待みたいなところも、まあ一定程度あるのかなと思います。まああとはですね、やっぱりさっき言ったような GBTC からの売りというものが、もう本当にいった、 収まってきているというのは、すごくマーケットにとってはですね、いいニュースだと思うんですね。やっぱり GBTC の売り圧力というのが、かなりマーケットには負担に精神的にもなっていたと思うので、これがなくなることによって、オプションマーケットのポジショニングの変更だとか、そういったところも合わせて見ていくと面白いんじゃないかなと思っています。はい、続いてこちらも見ていきたいと思うんですけれども、今ですね、ビットコイン ETF の全部を合わせた資金の流入流出というものが、 初めてですね、マイナスになってしまったというのが、こちらニュースになっています。で、先ほどご紹介をした、グレースケールの GBTC のファンドからの流出というものは、減速はしている一方で、まあ、全体の流入というところもですね、少し弱まってきているというのも、事実なんではないかなというふには思います。ただし、今後やっぱり長期的に考えてみると、やっぱりファイナンシャルプランナーですとか、まあ、あとはこのビットコインのスポット ETF を新しく商品として売る、 まあ証券会社の人たちもですね、もう少し、このビットコインという商品性に対して、いろんな勉強する必要もあったりもするので、こういった教育がですね、進むことによって、よりその教育がまた、買い手のまあ証券会社のお客さんに対して、 え、伝わっていくと思うので、まあ、継続した流入というのはですね、まだまだ続いていくんではないかなというふうに個人的には思っているので、まあ、これがですね、すごくネガティブな要因かというと、まあ、全然そんなことはないんじゃないかなと思いますし、まあ、やっぱりグレースケールのビットコインの売りというものが一旦ストップしてきている、まあ、こちらのトレンドの方が、ま、やっぱり大事なんではないかなというふうに思うので、まあ、一旦ですね、このビットコインのスポット ETF からのポジティブ材料というものは、フローという観点で、まあ、一旦ちょっとですね、落ち着いて、 えー、来るんではないかなと思いますし、それによって、えー、まあ短期的な、まあの、ダウンサイドを狙っていく動き、動きみたいなものも、え、一旦は、まあ終了したと言っても、まあ過言ではないというか、あの、まあ、あの、そこまで恐怖を感じるほどでもはなくなってきているんじゃないかなと思います。で、そんな中で、皆さんとやっぱりちょっと見ていきたいのが、え、オプションのですね、え、マーケットの状況なんですけれども、まあそちらに入っていく前に、まあ、やっぱりこういったいろんなニュースを見て、 え、ビットコイン取引したいなとかですね。ま、いろいろと感じ、てくださった方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、今ですね、以下の概要欄の方にもあります通り、え、バービットの方で新規の方、そして既存の方も同様で、え、入金額に応じてですね、最大で25万円分の取引ボーナスがもらえるキャンペーンを、え、月末までやっているので、え、ぜひですね、こちらご利用いただければと思いますし、え、新規でのですね、講座解説の方については、 え、え、講座の解説、そして、え、入金額の額に応じて、最大450万円の取引ボラナスをもらえるキャンペーンをやってますので、ぜひこちらもですね、使っていただければと思ってます。はい。では早速このニュース、行ってみたいと思うんですが、え、ビットコインのですね、プットコールオプションレシオというものがあるんですけれども、え、これがですね、え、ネガティブな方に、まあ、つまり、ダウンサイドをケアしているっていう方向に対して、え、すごく今、触れてますよというニュースが、 出てきていました。まあ、これはただしですね、まあ、記事の内容としては、まあ、今日出てはいるんですけれども、まあ、皆さんと、えー、昨日も見ていたようなものが、まあ、正しく今日、記事になっているというような感じですね。で、ちょっとですね、皆さんにご紹介したいのが、えー、今の、え、オプションの関連のデータなんですけれども、もちろんですね、今、え、ダウンサイドに傾いていることというか、まあ、注力されていることっていうのは、まあ、継続して変わっていないんですけれども、今日、非常に大きく、 僕がですね、昨日と今日で大きく変わったなというポイントが、この8万ドルを目指してですね、買われてるオプションのボリュームがめちゃくちゃ今出てきたんですね。で、これっていうのは、昨日までなかった縦玉なので、まあ、新しくこれがボーンと立ってきたわけなんですけれども、これが何月を見て買ってるかっていうのをですね、さっきちょっとチェックしたんですが、これなんとですね、3月末を向けて、もうこれがですね、本当に特筆して大きいような状況になっているので、まあ、3月末っていうのはやっぱり、 え、ビットコインの半減期の前のタイミングの、え、オプションの期限ではあるんですけれども、やっぱりオプションのですね、半元、ま、オプションを見てみると、半減期に対しての期待っていうのが、ま、すごく高いっていうのはですね、こういったデータをですね、見ても、え、わかるんじゃないかなと思います。で、もう一個、え、この3月の29日の次っていうのは、4月になってしまうので、 4月の状況っていうのを見てみると、まあ両方ですね、あの、アップサイドもダウンサイドを見てる人はいるんですが、やっぱりこの5万ドルから6万ドルをめがけて、え、オプションを買ってるっていう人たちも多いので、やっぱり大きくアップサイドへの期待を持ってる人たちっていうのは、え、一定程度いるんじゃないかなと思いますし、また新たに、ドーンとマーケットが下がったタイミングで、こういったオプションを買ってきてる人もいるというのは、やっぱり引き続きアップサイドへの期待というのが、まかなり高いっていうのも、え、マーケットにはあるんじゃないかなと思ってます。はい。で、まあそんな中ですね、 イーサリアムのオプションについても、えー、注目が今ちょっと集まってきているんですが、イーサのオプションをですね、見てみると、一、え、応、ー、ですね、今この1月のタイミングで、えー、オプションのマンスリーの取引のボリュームがオールタイムハイを更新しましたということが記事になっています。つまり、今イーサに注目がめちゃくちゃ集まっているということをですね、これまでやっぱりオプションといえばビットコインというマーケットではあったんですけれども、まあ、新たにイーサリアムの まあ、アップグレードもありますし、まあ、新しくですね、ETF の承認申請とかっていうところもニュースが出てきていたりとか、また、あ、今年はですね、ものすごくリステイキングというマーケットが注目をされているので、まあ、やっぱり今年のテーマといえば、まあ、イーサリアム関連というものが、まあ、すごく多いんですよね。で、そういったこともあってイーサリアムの期待感ですとか、ポーションを新しく取ろうという勢いが、まあ、こういったオプションマーケットにも新たに入ってきていると。で、プラスね、それだけではなくて見ていただきたいのが、 ブーリッシュ、プット、コール、スキュー、フォーダ、イーサー、オプションということですが、先ほどではですね、この、プット、コール、スキュー、つまりどういうことかというと、プットとコールの、オプションの、縦曲って今どれぐらいずつあるかとか、取引ってどれぐらいあるかということで、ビットコインについては、どちらかというと今、ダウンサイドをケアしている、プットオプションをたくさん買われている、取引されているということなんですが、イーサーに関しては、今、コールオプションの方が、大きく傾いているというのが、 え、状況と言われています。で、特にですね、今気にされているのがですね、えー、えー、っと、どこだはい、ちょっと下でした。すいません。はい、こちらに見ると、えー、largest cohort open interest by volume is now called for February 16ということで、えー、まあ、約2週間、3週間後ぐらいですかね、えー、このタイミングで2350ドルを目指すコールオプションというものが、 今一番取引されてるということですね。これについてはやっぱりですね、アップデートについても一つ非常に注目が集まっているというところもあるんですが、やっぱりですね、ここ最近大きくイーサーがちょっと他の仮想通貨の、えー、まあなん,ていうんですかね、まあ、あのグループと比べるとちょっと遅れてるっていうのもあると思うんですね。なのでそういったちょっと遅れを取り戻すという意も込めて、こういったイーサーに 今ですね、大量の買いが入っているというのも、一部あるんじゃないかなと思います。あとはですね、2月くらいのタイミングから、また、あの、アイゲンレアーっていうですね、プロジェクト、ま、あの、エコシステムがあるんですけれども、そこに、新しくですね、リステーキングをすることによって、ポイントを稼げるっていうですね、イベントもあったりとかして、ま、そういった需要もあって、ま、いーサ買われるんじゃないかっていうふうに言ってる人も、ま、一部いました。まあ、正直それがですね、大きな、あの、価格への影響があるかというと、 まあ僕は正直そういうわけではないんじゃないかなと思いますが、まあやっぱりですね、今後も継続して、え、イーサリアムの ETF への、え、注目度、期待度というところも合わせて、え、いろんな議論がですね、まあ出てくると思いますので、引き続きイーサリアムは、曲上がるかと下がるかどうかは別としても、え、すごく注目が集まる、え、トークに一つなるんじゃないかなというふうに思っています。はい。まああとはですね、ビットコインの ETF 関連のニュースなんですが、え、ビットワイズというですね、会社が、まあ今回その ETF が、 え、ビットコインを買った時に保管するアドレスを、ま、公開したというなのが、こちらになってます。まあ、大丈夫かなっていうふうに思った方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、これ公開したことによってですね、何が起きたかというと、このアドレスに対して、え、ビットコインをですね、送ったりとか、なんかそういう人たちが、え、出てきたと。で、まあ、全部で一応今のところはですね、5000ドルぐらい、え、資金が、ま、寄付みたいな感じで、え、入ってきているということなんですけれども、え、これがですね、面白い現象を、え、起こしているというところに加えて、 ま、透明性をですね、やっぱりブロックチェーンを使って、え、まあ、見せてるというのが、まあ、一つユニークな取り組みだなと思ったので、注目をしておきたいかなと思います。まあ、今後どういったこれが意味を持つのかとか、これがどういうふうなパブリックに対して見え方になってくるのかみたいなものは、もっともっといろんな議論がですね、出てくるんじゃないかなと思いますので、まあ、そういった観点で面白いなというふうに思いました。はい。まあ、あとはですね、今、米国の政府がシルクロード関連で、 え、ゲットしたビットコイン。これ何かっていうと、ま、いわゆるそのダークウェブというような、え、闇取引がですね、行われているウェブサイトがあったわけなんですけれども、え、そこからですね、ま、押収したビットコインがですね、だいたい2934ビットコインあるんですが、ま、これをですね、今後市場で売却をしていくというような、今ですね、計画が出てきたと。で、これ合計するとだいたい200億円分ぐらいのビットコインになるということなんですけれども、これを売却をして、ま、国の 予算に当てていくみたいな感じになるんじゃないかなと思いますが、これもですね、200億ということで、そこまで大きな売りにはならないので、マーケットへのインパクトはないと思うんですけれども、どういうふうに今後これがいつ売るのかとか、そういったニュースもですね、注目されるんじゃないかなと思いますので、短期的にこういった関連のビットコインがですね、取引所に送られたみたいな感じになると、やっぱり200億円の売りっていうものが、短期間でババーって売られてしまうと、マーケットも まあちょっとその上根が少し重くなったりとか、ちょっと押し下げられるようなことっていうのも、まあなんはないんじゃないかなと思いますので、まあ一応こういったものがあるよというもんだけは、頭の真ん中に入れておいていただければなと思っています。はい、続いてはこちら見ていきたいと思うんですが、イーサレム財団からですね、デン君のテストの日程を発表というのがえありました。まあ一応これ数日前の、昨日かなの発表の記事だったと思うんですけれども、まあ正確にメインネットでいつテストするかっていうのは、まだ え、決まってね、発表されてはいないんですけれども、一応ですね、早くて3月のですね、タイミングでやるということなので、まあそこでの結果というものがマーケットですごく期待感につながってくる可能性がまああるんじゃないかなとは思っています。ただし、ビットコインのですね、あの、こういった ETF 関連のニュースとは違って、結構イーサリアムのアップグレードのニュースって価格に大きく影響が与えたことがあるかどうかって考えたときに、あんまり正直ないっていうのもあるので、 本当に上がっていくかどうかとか、まあ価格に影響があるかどうかっていうのは分からないんですけれども、やっぱり今後でですね、あのプロトダントシャ、プロトダンクシャーディングだったりとかの、今後のその実装というところは、非常にですね、大きく、イーサアムのネットワークのそのフィーとかっていうところにも関わってくるので、まあこういった意味ではですね、すごく期待がされるようなニュースになってくるんじゃないかなと思います。まあこれに関してはもっといろんなニュースが出てくれば、皆さんにタイミングというところも合わせてご紹介をしていきたいなと思っています。 あとはですね、これすごく面白いなと思ったんですけれども、アバランチをですね、まああの、まあなんていうんですかね、黒子みたいな感じで動いてくださっている、まあアバラブなんですけれども、彼らがですね、新しいスケーリングソリューションとして、これ何て読むかちょっとわかんないんですけどブブリックスっていうんですかね、の、えと今、あ,あの、ソリューションを今後展開をしていって、これがですね、実現することによって、まああの TPS、1秒間のトランザクションの、まあ、 通せる数がで、すね、まあ、10万を超えるようなこととににななってくるんじゃいいかううふうに、ね、言われてますでこれが実装できることによって、より、あの、いろんな、その、世界レベルでの、企業が使う、まあ、ペイメントシステムだったりとかっていうところにも、あの、本当に大きく、え、貢献できるようなものになってくるんじゃないかっていうような期待が、え、出てきているので、まあ、これがですね、今後実装されることによっても、もしかもっと計画がですね、まあ、あの、明確になってくることによって、やっぱランチの、えー、まあ、その、価格への影響っていうところも合わせて、 え、期待感がすごく高まってくるんじゃないかなと思います。あとはですね、このアバラボおよびそのアバランチに関しては、結構今年、去年ですね、企業とのまあいろんなコラボレーションというものが実際に出てきました。で、それが実装されているのかどうかっていうところはまだあまり正直見えてきてはいないんですけれども、まあ、これがもっともっと多くの企業に採用されて、導入されて、しかも実際に実装というところまで行くと、また大きな え、ニュースになってくると思いますし、今、まあ、そういった期待感がどん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 出てくる、もしくはそういった前例が出てくることによって、多くの企業がアバランチ、あの、検討してみようかなというふうにもなると思いますので、そういった意味では、まあ注目をしておいてもいいのかなと思います。はい。まあ今ですね、こういった企業という観点で言うと、まあ結構ですね、え、スイとか、まあアプトスかな。アプトスとかが結構いろんな企業とやってるっていうのは僕はちょっと印象があるので、 今後ですね、アプトスがどういったそういう企業との関連ニュースをですね、出してくるかっていうのは、結構僕は個人的に注目をしています。はい。まだ詳細っていうのは、あの、全然出てきてないですけれども、まあ非常に面白そうだなと思いますし、まああとはそのアプトスについては、まあ企業とやってるとか、まあそういったニュースってあまり正直出てきてないじゃないですか。なので、そういったものがどん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 明るみに出てくることによって、まあ今はですね、ちょっとそのムーブ言語を使ったスイとかアプトスっていうのは、 まあこういったバランチとかまあソラナと比べると、ちょっと今まだ、そんなにそのえ企業に対してのアピールというものがまあ足りない、もしくは少ないみたいな感じに映ってるかもしれませんが、まあ結構ですね、そういった見え方もガラッとまあ変わってくる可能性もあるんじゃないかなと思うので、今後のえアプトスとかまあスインも含めたまあムーブ言語の動きというところもですね、合わせて注目をしていきたいかなと思っております。 はい。あとはですね、ここからちょっとマクロの関連ニュース、一つだけ皆さんにご紹介をしたんですが、えー、今日ですね、すごく注目を集めたのが、えー、アメリカの方のですね、PC のコア指数というものが出てきました。まあ、これはいくつか、あの、あるんですけれども、まあ、物価上昇率というところに加えて、えー、個人の消費というところの数なんですが、皆さんに見ていただきたいのは、まずはですね、えー、個人支出については予想を上回る0.7%で、えー、前月も情報修正ということで、まあ、個人の消費という意味では、 すごく強いというのが今現状としてあると。で、もう一個ですね、皆さんにご紹介をしたいのが、PC のですね、コアの価格指数というところについては、前月比では0.2%の上昇でした。で、これは予想通りで、前年の同月比では2.9%の上昇で、これ予想はですね3、3%だったので、それよりも、この物価上昇率に関してはまあ少し控えめに、 なってきているということで、まあやはりしっかりとこの物価上昇率については落ち着いてきているというのが改めてこちらの質でも確認できたというのはすごいマーケットへの安心感というか、うんうん、まあやっぱりそうだよねみたいな感じの、まあそのこの楽観的なマーケットの環境というのが続いていきやすいような今状況にあるんじゃないかなと思います。まあその一方で、まあさっきもちょっと話にしていたような、この米国のその個人支出のあのところについては、 え、市場の良さが0.5%だったにもかかわらず、まあ、0.7%でしたと。で、11月の数値に関しても、速報値が0.2%だったのが0.4%で情報修正されたということで、まあ、ちょっと想像以上に、米国の個人の消費がまあ強いというのがですね、まあ、今状況としてまあ,あると。で、これによって、まだちょっと大きく折り込まれてはいないんですけれども、米国の 利下げのタイミングがずれ込むというところも一つ気にされるポイントではあるのかなと思うので、やっぱりこの好調な米国経済というのはいいんですが、予想を大きく超えるような数値が出てきたときに、来週ですかね、o m c がありますけれども、そこでパウエル議長やその他の参加者の方々がどのようにこういった数字に対して反応していくのかとか、どのような意見を述べるのかというところがすごく大きな注目になってくると思いますので、こういった観点もですね、マクロのポイントでは、 見てておきたいいとところななのかなという,ふうには思っていますで今ちょっと一応ですね、チャートだけ見ていきたいと思うんですが、まずはですね、皆さんと一緒にビットコインの質をですね、見ていきましょう。はい。で、今現在ですね、4万2000ドルを超えてきたというところではあるんですが、まあ、ここはですね、まあ、ここ最近のサポートになっていたところでもあるので、まあ、ここをですね、ちゃんと抜けてこれられるかどうかっていうのは、すごく一つ、まあ、注目のポイントというか大事なところなんではないかなというふうには思います。で、さっきのオーダーを見ても、 この4万2千ドルより上というのは、オーダーがないと、ストップロスのオーダーもそんなにないということもあるので、上に抜ける力っていうのは誰かが実際に買っていかないとまないっていう状況なんですよね。なので本当にこっから買っていきたい人っているのだろうか、もしくは下がればもちろん買いたいっていう人は実際いると思いますし、ここ最近すごいまたクジラがかかってますよなんていう話ありましたけれども、こっから上、焦って今買う必要があるかっていうふうに言われると、材料もないことから、正直そこまで えー、ないんじゃないかなと思いますので、まあちょっとこの42000ドル近辺というところを挟んで、まあふらふらしても、まあ、全然おかしくないなと思いますし、まあここから上がっていけばまた下がってきたら買おうかなということで、まあ正直、えー、まあちょっと待っててもいいのかなとは思いますね。はい。まああとはですね、えー、イーサーに関しては、えー、2200、今60ドル近辺ということで、まあちょっと一旦、えー、2300ドル近辺をトライするようなタイ,あのタイミングがありましたけれども、まだやっぱりイーサーについては、 まあ、あの、ETF の承認というところもまだまだ遠そうだなというところでも正直あるので、まあ、あまり期待感というのは、えー、まあ、そこまでは今、価格という意味では、まあ、あまりないのかなという感じですかね。まあ、やっぱり今日、ビットコインが5%大きくこうやってドーンと伸びている中で、イーサーに関しては2%以内の上昇にとどまっているということもあるので、まあ、ちょっとイーサーに対してのスポットライトというのが、まあ今、今、えー、まあ、足りてないかなというか、も、ま、う、あ、少し欲しいかなという感じは、 あるかなと思いますね。まあ、さっき言っていたように ETF だけではなくて、まあ、いろんなそのリステーキングプロジェクトの興味ですとか、まあ、あとは、え、アップデートとか、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、ちょっとイーサーへの期待っていうも、ものは、そのイベントフルな、え、年ではある一方で、まだやっぱりビットコインとかの方が、ま、注目度が高いっていうのは、まあ、こういった動きの差をですね、見ても、え、感じられるのかなというふうには思いますね。まあ、僕は一応、え、ーサ a に関しては、まあ、今年いろいろと d イを、え、触ろうと思っているので、 結構買い込んではいるんですけれども価格をですね上昇期待というよりもやっぱりいろんなエアドルに参加したりとかそういったものにどんどん使っていくというような印象ですねそれ以外にはアプトスとかスイとかソロナとかそういったところを最近ですね結構大きく下がったタイミングとかで買ったりもしているんですけれども今すぐどうこうというよりも今年の後半後半といっても本当に最後の第4クオーターぐらいもしくは2024年に え、まあ、上がっていけばいいな、ぐらいの感じで買っているので、また、下がってくれば買う、下がってくれば買う、みたいなところを、まあ、あるところについても、一緒に合わせてですね、やっていきたいな、というふうには思っています。はい、ってことで、皆さんいかがでしたでしょうか。え、マーケットはですね、まあ、戻ってきたりというか、あの、まあ、ふらふらレンジ内での、そう、推移というのが、え、まあ、今、続いているかなという印象ですかね。まあ、下がっても4万ドル近辺というところで、まあ、正直、下がってるのか、あの、レンジなのかよくわかんないというような、まあ、状況なんではないかなと思いますが、まあ、何度も言う通り、今、 上がっていくっていうような状況ではないと思いますし、あと最近ですね、いろんなエアドロに取り組む人が出てきていて、この価格が動くかどうかというところに注目よりも、今どんなプロジェクトが出てきて、どんなポイントシステムをやってて、もう何やろうかみたいな、そっちの方で結構いっぱいいっぱいになっていたりとか、あとは昨日おとといに上場したオルトレイヤーっていうですね、えートークンありましたけれども,も、上場された途端、誰も、誰もその話しないですね。 はい。なので、もう本当になんて言うんですかね、あの、もう一旦上場してしまえば誰も気にしない、えー、トークンになってしまうみたいな、まあ、ことも、まあ、若干ちょっと、えー、あるのかなっていう感じは正直感じましたね。まあ、一応、あの、オルトレイヤーに関しては、えー、上場してからまた、ま、ぐんぐんと伸びてはいるんですけれども、まあ、これについて、えー、やく人もあんまり正直、えー、ツイッターの中ではいないですし、まあ、見てる人がどれくらいいるかっていうのは正直わからないんですが、 本当に驚くような上昇を遂げてくるようであれば、大きくまた注目され始めるかもしれませんが、まちょっとやはりこの上場で一旦注目が止まってしまうという状況っていうのは、まあまり正直、あの、嬉しくないというか、まプロジェクトにとっても、えまハッピーではないと思うので、ましっかりとそのプロジェクトの将来性をもっと、マーケット全体が見てくれるというような状況でない限り、本当に大きなバブルの相場みたいなものは、まぁ来づらいのかなと思うんですよね。やっぱりこの、今が、 上場するまでみたいな感じだけになってしまうと、本当にもうどん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 上場してくるトークに対して、資金が入っていくっていうことだと思うので、まあ、どん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 今回新しいプロジェクト出てくると思うんですが、もうやっぱ今しっかりと既存で、え、いろんな、あの、なんていうんですかね、開発をしているプロジェクトの、まあ、伸び、まあいろんなその新しい取り組みとかっていうところが、よりえ実際に市場に評価されてえ伸びてくるっていうようなフェーズになると、もっともっと、 このマーケットが成熟してくる、来ているっていうサインでもあると思うので、ちょっと僕はそういったところの方が、そういった環境の方が、マーケット全体が伸びやすいようなものになるんじゃないかなとは思うんですね。まあ、あの、新しくポッと出てきたやつって一部の人しか知らなかったりするので、今であればソラナとかすごく認知が本当に拡大をしてきていると思うんですけれども、そういったより多くの人たちが知っているプロジェクトがうまくやって、注目を集めてで、そしてみんながそれに、 対してまあ応援というかまあお金を入れてみたいな感じがまあやっぱりそのバブルになっていきやすいようなシナリオなんじゃないかなと思ったりもするのでえ期待をですね増していきたいかなと思ってます。はいってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。